はい、本日は一人親家庭の現状ということで長崎県子どもの貧困対策統括コーディネーターの山本凛子と申しますよろしくお願いいたしますまずは佐賀長崎の現状の方をお話ししたいと思います平均残業時間は長く共働き世帯も全国佐賀が10位 そして長崎が二十九位になってます。これはあのコロナの前まではですね残業時間短かったんですね。ただあのコロナになってやはりあの仕事をしないと収入が得られない方が増えているということで残業時間が長くなっているという現実があります。最低賃金は八百二十一円。これはあの佐賀も長崎も同じになっています。 大学進学率ですけれども佐賀が45位長崎が36位なんですねで、長崎がなぜ36位かというと長崎県は人口に対して大学の数が多いんですねですから長崎の中で大学に通える子どもの数も多いということで長崎は36位っていう部分があるかなと思いますそれと大学の無償化っていうのが始まっておりますのでこういうふうに順位が少し変わってきているという現実があります そしてこれは長崎県私が支援をしている長崎県にはなりますが親と過ごす時間が短い一人で食事をとっている子どもさんそして家庭での学習の習慣が身についていない子どもさん経済的理由によって進路の選択が狭い行きたいところには行けないということですそういう子どもさんたちがですね一人親だけではなくて共働き世帯を含めた子育て世帯全体に今広がっている現状があります。 親の収入が低いほど乳幼児期の子どもの食そして医療に困難な状態が生じています食が偏っていますあのワクチンがもう受けれない無料は受けれますけどね受けれないそして大学進学を諦めがちそして親の経済的困窮が乳幼児期の子どもの養育環境に本当に影響をしています そして乳幼児期これは皆さんよく「三歳神話」というのを聞かれたことあるかと思いますが人間形成の土台っていいう,うに言われています基本的な生活習慣そして自主性などを身につける時期と言われています。 でアメリカの研究では乳幼児期に貧困だった子どもは学齢期に貧困だった子どもより成人後も貧困状態に陥るリスクが高いこれはですねよくあの連鎖といいうのをよく言われるかと思いますあの私がですね7年前までハローワークの方に勤務をしたしておりましたその時に窓口に18歳の女の子が訪ねてきたんですねそしてその子に「今日は就職の相談?」って聞いたら「 その子はいやあの生活保護をもらうために来ましたって言われたんですねでなぜ生活保護をもらいに来たのって言ったらその子はおじいちゃんも生活保護お母さんも生活保護だから私も生活保護なんですよっていうふうに言ったんですねですからその子はもう入院時期から貧困だったのでその状況が当たり前っていうふうになっててそれを自身の力で改善するという力がない わけなんですね。ですから学童期にもし貧困になった子どもたちは、それまでお父さんやお母さんが一生懸命働いている姿を見ているので、あの貧困に陥ることは少ないというふうに言われています。そして貧困と教育格差、ここはあの皆さんのテレビとかでもよく見られているかと思います。相対的貧困、絶対的貧困っていうのがございます。貧困には2つの定義っていうのがあります。 絶対的貧困というのは、皆様もご存知のように、生きるために最低限必要な衣食住が満ち足りていない状況ですね。あの発展途上国で、あのよくストリートチュルドレンと言われている子どもたちです。あの戦後の日本が、もう絶対的貧困と言われていた部分になります。そして、相対的貧困。 とはですね、社会においてほとんどの人が受けることができる普通の生活これが得ることができない状態っていう部分ですねあの基準が時代とか国によって異なります。 これというのは、先進国で、貧困は相対的貧困と言われています。じゃあ、これはどんなものが相対的貧困なんだって言われるときにですね。事例が二つございます。一つは、ですね、あの長崎県の東その町長というところです。そこのお母さんから電話がありました。あの私どもの団体は、相談機関をいくつか受託で受けておりまして、その電話、六時以降の電話は、全部、私の電話に五箇所飛んでくるようになっているんですね。六年前でした。 12月31日の夜中、ちょうどジョのお金がずっと鳴ってる時ですね。あの電話がかかってきました。その電話を取ると、本当にお母さんがずっと泣いてるんですね。どうされましたかっていうことでお話をしたら、助けてくださいということだったんです。で、私は何か d v か何かかなと思って最初はお聞きしてたんですね。そうするとそのお母さんが実は自分は3つ仕事をしてます。トリプルワークなんですね。朝から新聞配達、お昼はパートでレジ、夜は砂 で働かれてるお母さんでしたでそのお母さんがですね子供が3人いるんですねで上の男の子が今度小学校6年生卒業します次女が1年生になるんですねそれにあたってランドセルっていうのを買うことになったんですただお母さんちょっと生活が苦しくてランドセルが買えないっていうことなんです上のお兄ちゃんはご主人がいるときにランドセル購入をしているんですね で二番目の女の子にごめんけど黒いランドセルで小学校通ってくれないっていうことで話をしたらその子はもう絶対嫌だ嫌だって泣いてですね水色のランドセルが欲しい欲しいってずっと言うんですでもお母さんはごめんねって今ねって生活が苦しいから買ってあげられないのお兄ちゃんの黒のランドセルで行ってくれるってお話をしてますそうするとその子はもう泣き崩れてもう寝てしまったそうなんですでそれから十日過ぎたぐらいにその子がお母さんってもう私大丈夫 黒のランドセルで行っていいよ」って言ってきたそうです。でお母さんは この子はねってやっと私の気持ちが分かってくれたんだなと思ったそうですそうするとその週の日曜日に同じ保育所のお母さんから電話がかかってきたそうですそのお母さんが言うにはこのことをあなたに言うかどうかみんなお母さんたちで話し合いましたっていうふうに言われたそうですそのお母さんははうちの子が何かしましたかやっぱりあのお母さんたちからかかってくるとそう思うんですね でそれでお母さんがそういうふうに言うといやいや違うのよってあなたの2番目のお子さんが同じ保育園で同じ小学校に行く子どもの家をあの学校が終わった後その保育園のね終わった後にずっと一軒一軒自分で歩いて回って泣きながら「私黒いランドセルだけどいじめないでねずっと友達でいてねお願いお願い」って言ってもう何十軒もの家を10日かけて回ってるんです。 あの年がもう六歳とかですよね。でも、お母さんは、その子にそんな辛い目に合わせたのかということで、もう胸が張り裂けそうになって、電話がかかってきたんですね。で今はあの、その子供さんは、その時にうちの方からランドセルをお渡しをしたんですが、中古のランドセルだったんですね。 でその時にいろんな企業さんにこのお話をしてですね実は今も六年目になりますが三菱重工業さんが長崎県内の一人親家庭でランドセルが買えないご家庭にですね毎年五十個ずつあの実はロータリークラブさんも去年からあの参加させてあのクレーンさってですねあのランドセルをお渡しするっていうのができておりますそういうふうにですね他の子は買えるけれども自分が得れない でこれっていうのが相対的貧困なんですね。でどうしても日本っていうのは揃える文化なので、それがもう余実に現れるっていうのがよくあります。そして大人になるための発達段階でさまざまな機会がこの貧困っていうのは奪われてしまっています。人生全体に影響が起きています。他人と比較して自分の置かれている状況が鮮明になるということです。 自己嫌悪感ですねそして強い劣等感絶望感そして将来に対して諦めっていうのが出るんですねあの私たちが小あの平成二十八年から子ども食堂を運営しておりますが始めたとき一番最初に子どもたちに夢何って聞いたときに誰も夢はないよって言ったんです一人もですよなぜかというと夢を見ても僕たち一人親家庭では何もできない夢は叶わないものだからって言ったんですね どうしてもそういうふうに諦めている子どもたちが多いっていう現実があります生まれ育った地域で孤立しますそして非行や問題行動が起きるんですねそして本質的な課題として人との関係性やつながりが失われていきますそのことによって社会生活上の不利を生むんですねそして傷つきやすさ生きづらさを引き起こすっていう現状があります 貧困っていうのは心のゆとりが奪われるんですよね。あの貧困家庭でなくてもやはり今月給料がちょっと少ないとかっていうときでやっぱり不安になると思うんでそれと同じですね。そうすることで家庭の教育力、養育力の低下が行ってきます。でこれがもう進んでいくと虐待そしてネグレクト。 というのになっていくんですねどうしても心のゆとりが奪われるんです私が支援しているお子さんはですね小学校2年生で親御さんから学校に行くなと言われていますあの学校に行くなって言われるのもネグレクトなんですねあのその子は行きたくても行けない状況その家庭は貧困家庭なんですね親御さんが心にゆとりがないので子どもさんをそばに置きたいということで学校に行かせていないという現実があります そして周囲に知られたくないと思ってる親御さんが多いです。保護者が支援を拒否するわけですね。これに伴って社会的に孤立をしていっている現状があります。保護者自身が貧困の環境で育って現在の困難な状況に気づかない、気づくことができない、支援を必要としない、 こういう支援する私たちから見ても一見見かけではわからないそういう層が今ものすごく多いです。このコロナになってです、ね、それがもう倍以上 になっている現実があります。相談件数も増えているっていう現実です。この気づかない、気づくことができないっていうのはですね。パッと見ても、貧困家庭は貧困家庭の格好をしているわけではないんです。あの絶対的貧困は、洋服を着てなかったりするわけなんですね。相対的貧困っていうのは、もう普通の格好です。 あの携帯も持ってたりしますよねただ家に行くと本当にゴミ屋敷だったりとかご飯を食べるものがなくて私たちが食料支援を行ってますがその食料支援をしているときに本当にむさぼるように子どもたちはご飯を食べているっていう現実があります保護者や家庭だけでは解決が難しいにもかかわらず必要な支援が届きづらい届かない現状そして貧困の中で育った子どもたちは大人になっても貧困に陥るリスクが高い これっていうのは次の世代まで連鎖をしていきます子どもの貧困率皆さんよくこれはテレビで見られてるかと思いますが日本っていうのは13.5% 7人に1人が貧困というふうに言われています でこちらはです、ね、私がちょうどあの子ども食堂を始めようと思った時に調べた資料なんですけれども OECD というのは皆さんご存知だと思います。OECD によるとあの子どもの貧困率っていうのはですねただ子どもを一人で育てている一人親家庭で子どもを育てている家庭の貧困率っていうのは OECD 加盟国で実は1位なんです。 1> 1位なんですこの日本っていうのはとても豊かに見えてるんですが一人親で子どもを育てる家庭のもう貧困率っていうのは世界でも,もう1上位だっていうことを皆さん知っていただけたらと思います。でこちらはですね長崎県がです、ね、子どもの生活に関する実態調査っていうのを平成31年4月に行いました。 でこちらの文はですね小学校5年生それと中学校2年生の長崎県全部にアンケートを行っておりますそれで約9,000人の方が回答をしてきているんですが、えっと、国の貧困線が127万年収がですね127万以下だと貧困と言われています。長崎はですね97万万円約月8万ちょっと ですね。その収入の人がもうあのいるっていうことなんですね。で、この97万2千円というのはこの9千人の中で約10%がその割合があるっていうことになっています。そしてその10%の半分がもう一人親っていう現状なんですね。あの以前はですねこれより高かった時もあります。今やはりあのこれが今もうだいもう皆さんあのダブルワーク トリプルワークをしてるので、頑張っていらっしゃるので、まあ、半分になっているという現状があります。案件の中では、やはり大変苦しいですと、やや苦しいと、赤字を借金して整形をしていますっていう意見。そして、医療機関を受診できなかった子どもさんがいます。あの貧困家庭の子どもさんというのは、ですね歯がボロボロなんですよ。 なぜかというとお金に余裕があるご家庭って予防っていうので歯医者さんに行かれるんですねでも貧困家庭っていうのは特に一人親のご家庭はですねあのお仕事をされてるから病院に連れて行く時間がないっていうのが一つそれと痛くならないと連れて行かないんですよねですからもうそれでも病院を受診できなかった子どもさんが本当に多いですあとそれと目 もうですね、あの視力がもものすすごく落ちててていを買ってもらえないんですねである私が支援をしている一人親家庭の貧困家庭の方に子どもさんがやっぱり授業がドンと落ちたんです学習がですね。でそれで調べたらあの視力が落ちてるんですよそれで眼鏡を買うお話をしたらやっぱり買えないということで先生にお願いして毎回一番前の席にしてもらってるという現状があります。で必要な食品が買えなかったり電気ガス水道が止まったというご家庭があります。 そしてこれはですね、あの食事と健康を表しているクロス集計にはなるんですが、毎日ご飯は朝ご飯を食べている子どもさんがやはりあの健康であるし、あの成績もいいんですね。あの理解力も高いっていうことです。そしてやはり赤字で余裕があるご家庭の方が勉強がわかるっていうのが現実的に出ています。 で悩みや子育ての相談などをできる人いますかっていうふうに聞いた時にですね「欲しいがいない」「相談する人は必要がない」「分からない」っていう答えてるのがこの貧困線を下回る世帯の125世帯400世帯中125世帯がそういうふうに回答したっていうふうに言われています。でそのやはりですねいろいろな支援策っていうのは国っていうのもたくさんあるんですねただその支援策を知らない家庭が多いんですね。 学学援援助助ですす貧困家庭にはというのがありますそれを知らない家庭もいますし生活保護も知らないとかもし悩みがあっても話せる学校にいるソーシャルワーカーさんも知らないとかですね行政の貸し付けを知らなかったりとか高校に行く時に就学支援金いいうのをいただけるんですねそれも知らないっていう方がもうとても多いっていう現実があります。 そして貧困家庭であるかどうかは見かけでは本当わからないっていう部分ですね。子供本人や保護者からの働きかけないと対応できないが、特に経済的貧困に関わることは他の人に子供や保護者側から話をしてくることはほとんどないんです。私貧乏なんで助けてくださいって電話ってないんですよ。虐待を受けましたとかはあるんですけどねないんですね。そして一人上の方はですね、あの相談をなかなかしてきません。 なぜかというと離婚したことをを周りの人に批判をされるわけですよ親御さんが「んで離婚したの?」周りからも言われます。で1人で一生懸命育てないと周りから「一人親家庭だからそうだよね」って言われるのを子どもに与えたくないのでもう本当にお母さんたちは一生懸命働いてます。そしてその中でやはりきつくても苦しくても助けをこう求める手段がもう分からなくなってるんですね。あの自分でどううににかしないといけないといいいととけ しまっているという現実がありますそして背景に貧困が伴うと考えられる子どもがいる世帯に多く見られる困難な状況っていうのはですね家庭が社会的に孤立していると感じていても私たちみたいな支援者が入れない家庭がとても多いっていう現実なんですね。あの 私たちのところにも近所の方からあそこは虐待じゃないんだろうかあそこは貧困じゃないんだろうかあそこが困ってるんじゃないか電話があるんですね。やはりり訪問ををしたりするとあのドアを開けて くださりません。ただ私たちも訪問の仕方を考え出て,て、そこの家がそういうご家庭であれば、だいたい県営住宅、市営住宅でだったり長屋に住んでいる方が多いので、その近辺にチラシを配るんですね。何か悩んでいることないですか？悩みを相談しながら食料もお渡ししますよっていうふうに今書いてるんです。そうすると相談があるんです、ね。やはり食料が欲しいからっていう一つのツールにはなっているかと思います。 そして困難を抱える子どもとその家庭の支援にあたって困難を感じることっていうのは、やはり困難を抱えている子どもを発見する仕組みが不足しているっていう現実っていうのがあります。これは長崎県でこういった31.6%で出てますが、多分全国でも同じではないかなと思います。そしてこの支援の届きづらさ。 支援制度を知らない世帯が一定数存在して利用まで至っていない可能性が多いということ、そして支援者の9割が保護者との信頼関係づくりが困難だと感じているという現状があります。あの多分ですね、皆様の中に一人親家庭がご自身の会社で働かれてるっていうのもありませんか。一人親家庭の方っていうのは面接の時もとてもマイナス要素なんですね。あの面接の時に一人親家庭だったら子供 が熱をを出しした時どううまますすかというのを言われますあとは子どもがこうなったらどうしますかとかもしあなたがこう生活ができなくなった場合誰が生活を見てくれるんですかとかいろんな質問があってですねなかなかななな正社員っていいうのにたどりり着けない現実がありますなぜ多分皆さんは何で一人親家庭の方はダブルワークトリプルワークするんだろうっていうふうに思うかと思うんですが正社員までたどり着けないんですね。 でその要因の一つがですね、一人親家庭である程度大学まで進学をしていて一人親親家庭になっている方はもうもと正社員で働かれているので離婚されてもその先っていうのはもう生活が安定しているわけなんですよね。そうではなくて離婚するまで専業主婦だったりとかあとはもう一人親家庭になる方自身が中学を卒業だったりとか高校中退だったりするとですねどうしても今の 企業全国あの日本全国国日本ですね高卒よりも大卒の方を取られる割合が多いっていうのがあります。あとそれと子どもさんが3人4人いる場合その4人の子どもさんを養っていて養育費っていうのをあの相手の方から通常はもらうんですが実はこの養育費の支払いっていうのはものすごくないんです。 ですね。あの多分全国でも10パーセント20パーセントだと思います。養育費最初じゃあ払いますよっていう口約束をしますけれども、その養育費をあの分れた相手が払わない。 っていいうう現実っていうのがありますでこの現実はです、ね、あの国も分かっていて養育費をきちっと支援をしなさいっていうことで今はあの別れたあと養育費を払わなかった場合相手方のお給料を差し押さえてそこの中から養育費を払うっていうこともできるんですね。ただそれをするにはきちっという部分があってなかなかそこまでして離婚をされてるってご家庭って少ない。 現状があります DV を受けて離婚している場合はそういうのをしてるんですが通常の競技離婚ですねお互いも嫌になって離婚したりとかっていう場合はそういうのがないっていう現実があります。 そしてなぜトリプル子どもが3人いる場合に子どもさんがじゃあ1人の子は幼稚園保育園1人の子は小学校1人が中学校っていう場合はいろいろな行事とかもありますよね。で具合が悪くなったら見るっていうのもあるのでどうしても正社員だったら休めないっていうのもあります。ですから短いパートを3つぐらい掛け持ちして1つの収入。 っていうのに得っていう形にしてます。そうするともし子供が急に具合悪くなってもその3つのうちの1つを休んで子供をこう支えればいいっていうことになるので、やはりそのお母様方たちが1つの仕事で子供を支援しているというのはなかなかないっていう現実があります。そしてトリプルワークをしているのもやはり夜の場合はあの接客業 押されてるお母様がやはり多いっていう現実があってですねその接客業は特に今のこのコロナの場合はもうないっていうのも等しいかと思いますで、その接客業の収入が大きいんですよ実はですね大きいのでその接客業がなくなったことで今お母さんたちは2つの仕事しかしてませんで、夜のお仕事を探そうとしても夜ってやっぱり接客しかないんですよねレストラン だったりとか居酒屋だったり。ただレストラン居酒屋っていうのも、やはり学生さんが主流で働かれているので、どうしても子供を持ってるお母さん、特に30代40代になると夜のお仕事ってなかなかできないんですよね。ですからそういうのができないので、あの値段がこう。安くてもあの掃除とかヘルパー。 だったりとか私が支援をしている方の中にやはり3つ4つ働かれている方多いです平日は2つ土日にも働いて本当に休みなしなんですねでもう本当にこう字も実はこう読み書きがあまりできないっていう一人屋さんもいてですねそういうご家庭にはですねあの読み書きを教えている っていう部分も私たちはしております。で、やはりこういった形でですね。どうしてもその保護者の信頼関係づくりが困難だと考えている私たちがいるんですが、やっぱりこういったご家庭っていうのを支援するにはですね。様々な関係機関と連携をして、あの支援するべきではないかなと思っております。で、行政にはいろいろな施策っていうのはあります。ただ、行政の施策はあのお金をポンと出す部分なんですね。そしてこの？一定が 働くのこのギリギリのこのグレーゾーンの方たちには支援がないんですね。で、生活保護っていうのはものすごく手厚いんですね。で、一人親家庭さんの大半がですね、生活保護をもらわずに子供を育てたいというお母さんが大半なんですよ。なぜかというと生活保護が悪いわけではないんですが、やはり自分の責任で離婚をしているので、やはり子供たちには自分が働いてあの支援をしたい。 やっぱり生活をしたいという部分が多い現実があります。で、貧困の連鎖を防ぐためには、日頃の子どもの様子を把握している私たちみたいな支援者だったりとかですね、実は企業の皆さん、そして地域の皆さんがですね、あの子どもの貧困という状態が 子どもたちに与える影響について理解を深めてほしいと思います。そして意識していただくことがとても大切ではないかなと思います。やはり今は私たちこういうふうに支援をする人たちが貧困だったり虐待だったりいろいろなことっていうのを知っています。ただそういうお家の 隣には本当に近所の方が住んでらっしゃるんですよねやはりそういう人たちがあの手を差し伸べなくてもですねこういったあの貧困っていうのは現実にこの長崎そして佐賀にあるんだっていう現実を知ってほしいと思います私がですねもう本当これが何年前ですかね10年ぐらいになりますかね8年か 前ですあのこの浦上駅皆さん浦上駅佐賀の方もご存知でしょうか浦上駅そばのご家庭から支援をあの頼まれたんですねそこのご家庭はお父さんとお母さんが離婚して2人とも子供を捨てていってるんですでおばあちゃんがその子供さんを育ててます年金であの生活をもらわずにですねで2人の男の子と高校生の男の子がいるんですでそのおばあちゃんが半日入院をしないといけないということで子供たちのご飯を作ってほしいで 高校生の子は修学旅行に行ってたのでその5年生の男の子双子の子が2人だったんですそのご飯を作りに私が行きましたで、浦上駅の近くのアパートです行くとドアを開けて本当にゴミ屋敷だったんですね私はそこに入って行って子供もたち2人男の子がいたので今日何が食べたいって言ったらもう何でもいいよって言うんです で私も男の子がいるので何が食べたいとか今日給食なんだったって聞くのでその子供に昨日何食べたって聞いたんですそしたらその子供が一人の子供はケチャップ僕はマヨネーズって言ったんですね冷蔵庫を開けると塩と醤油しかないんですよでその子たちが笑いながら醤油は苦くて飲めんやったって言いましたでマーガリンも全部手ですくって舐めててあの。 そのケチャップとマヨネーズもゆすいで、全部飲んでたんですね。あの、こういう子っていうのは、実は皆さん。 いないと思ってると思いますが私たちはものすごくたくさん支援していますそういう子たちをですねただそういう子たちは本当に見つけられないし私たちはやっぱり独自財源でしているものでどこまでこう支援ができるのかってやっぱり難しい部分があるっていう現実があります皆さんが住んでる町の本当に隣にそういう子どもがいるっていう現実っていうのを知っていただけたらと思います そしてさまざまなことが不足している子どもたちにとって親以外の私たちみたいな大人である皆様との関わりは貴重な経験になります実はうちの子ども食堂にロータリーさんから支援をしていただいているんですがもう子どもたちが自分たちはロータリーって何って自分たちで調べましたそして調べて自分は、ね、いつか社長になる そしてローータリーに入りたいで自分みたいに貧困家庭で育った子どもに自分も支援をしたいという子どもが出てきて実はその子はですね成績が悪かったんですが私たちが独自で行っている無料の学習支援でどんどん成績が伸びてですねあの東中学校に入ってその後東高に入って今大学進学っていうのを目指しています。 そして子どもたちが発しているサインっていうのを見逃さないようにしていただけたらと思います多くの大人が関わりながら子どもたちを見守っていっていただけたら本当にこの長崎佐賀そして全国っていうのが変わっていくのではないかなと思います ロータリークラブの本当にこの組織の力っていうのは大きいと思います。このロータリークラブの皆様の組織の力で、子どもたちが本当に夢を語れる、こうなりたい、ああなりたい、僕はこういう人になりたい、こういうことをしてみたいというふうにですね、夢を語れる未来に本当にご協力をしていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。